音が聞こえたの。すべては数字で説明できる。今日論理的結論として導かれる数字は19。ダッシュ記号なぜつかないか。数式で事情するには私たちの方が奴らを19上回らないといけないの、平均で。そうすればこっちの勝ち。あなたに教えてもらったおかげで上達したわ。11列も積み上げた。お礼は言ったかしら。思い出せないわ、お礼を言ったかどうか。友達にお礼を言わなきゃ。でも今日になる前に他の方法でさらに7加えていたの。ファガスとキャロラインを探している。君も来てくれ。モデルが壊れるわ。モデルは自然界の因果関係に基づいている。私に自然の法則を破れというの？わからない。あなたの行く道は長くとても厳しいから、その頭で対処できるかしら。私の道は終わる、今日をもって。幸せよ、友達に出会えたから。
方ならナチスの横暴に立ち向かえるかもしれん。どうかファーガスを守ってやって。弾が切れて武器がないも同然だから。俺のこと何か言ってたか。鼻高々だろうな。あれを動かせたんだから。¿Vas todas? Doch eine gute Jung. Und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Aber keine Angst. Starlein. Immer auf eine Scheibe zurückgesandt. Und jetzt bist du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte,
覚めるのが辛い。だがこうして思い出す、自分が戦う理由を。いよいよだ。デスヘッドの基地内には仮想界の実験室のそばに囚人が囚われている。タイミングが重要だ。我々には巨大砲弾の解読キーがある。深く潜る。基地の近くに浮上したら外壁を大砲で吹っ飛ばす。迅速に基地内へ侵入。敵も撃ち返してくるから U ボートがやられる前に移動する。安全な距離が取れるまでな。侵入したらあなたは下の階に降りる。囚人を探したらヘリコプターを送り込む。全員空に退避し終えたら巨大砲弾を使って基地を爆破する。全て破壊するの。デスヘッドももう終わりだ。気をつけるのよ。今度はしくじるんじゃないぞ。メキソース、